2023年の1月にこんなスレが立ちました。俺、スーパーレジ打ちバイト38魚の種類わからず全部サバで処理して怒られる。そりゃそうだろと突っ込みたくなる気持ちを抑えて一致の言い分を聞いてみましょう。魚の見た目なんてわからんだろ。一匹一匹名前書いとけや。サバ読んじゃいましたって言えば許されるよ。なんでこんな奴が採用されて俺は落とされるんだろう。お客さんに来てよ。客なんかに聞かない。袋に入れて持ってくるんだけどめちゃめちゃに入れてくる人もいるからめんどくさい。あ、そういうやつね。サンマだね。聞いたところで客が安い方を言うに決まってるし、安い方を言ったとしても勘違いしてたとかで客の方が有利だわな。割とこういうやつがおるから笑えない。普通はわかる。めちゃでかい鮮魚コーナーあるとかじゃなきゃその日出てるバーコードがない魚って数式とかじゃない？なんかレジは任せられないとか言われたわ。任せてくれなんて頼んでないってのにわら。それはそのスーパーの仕組みが悪いんじゃない？誰でも判別できるような意味やリストを作った方がいいんじゃね。覚えろよ。足が速いのがサバ。サバって走るの？やるべきことをやらないならそりゃ怒られるわ。38歳で高校生と同じ時給とか恥ずかしくないの？ワンチャン高校生の方が高いまである。俺初めて2ヶ月だし。最初からサバでサバ呼んでたわら。時給も魚も安くなるならチャンスだな。そのうち魚と間違えて、お前も処理されるよ。袋に自分で入れるタイプのやつか。丸亀製麺とかは向こうが何の天ぷらか判別できずに聞いてくるときあるよな。それと同じように脚本家に聞くのが一番かもしれんな。覚えられないよ。4匹くらいいるんやぞ。俺がレジ入るときだけサバがやたらと売れるなって怪しまれてたらしい。セルフ袋詰めは OK とかでもたまにあるな。確かにわからんやつはわからなそう。自分で取るのなんて味サバイワシサンマくらいじゃないの。全部魚じゃん。って笑えばよいと思うよ。最近コンビニで30円引きとかのシール貼られてるやつ。レジでちゃんと処理してくれんときぶち切れてるわ。一回社員みたいなやつ出てきて頭下げてやった。お前が頭下げたんかい。相手 JK だと思って上手に出てたら、いきなり貫禄あるおっさんに変わったからな。あんなん反則だわ。クズの鏡、俺は好き。逮捕予備軍オツ。寿司のネタに携わる仕事してたけど、見た目似てるようなやつとかあるから判別は難しいよ。ガチならレジから変えてもらった方が楽だよ。魚に限らないだろそれ。こんなやつ一人でレジに置いた店が悪い。それな、レジできる人すごいわ。品出ししかできん。レジが無理だから品出しで応募したのにレジ応援行かされるからな。間違い指摘された時に応援に行かせた上の連中に文句言えって言ったら、翌日から休憩室で俺の悪口で大盛り上がりですよ。単純に店の売り方が悪いわ。店側が一匹一匹にバーコードつけるとかパックするのが面倒なだけだろ。こういうミスを減らすためについてて技術が発達してきたのに。レジでバイトしたことあるけど確かに魚種の判断が難しかった。そんなにわかりにくい魚売らないだろ。サンマとサバとあとなん。逆にサバ？カニ店ですかね？とかヘナヘナ聞いて違うと毎日買い物に来る主婦なんかは教えてくれてたし、無視されたら隣のレジまでこれ何の魚ですか？って聞きに行ってたよ。主婦に善良な回答を求めるな。餌のない飢えた金魚だと思え。田舎だから他にスーパーないし出禁になりたくはないだろうからね。普通に自分から教えてくれたり個数多くてもそれ10個だよとか言ってくれる人多かった。甘い甘い、骨まで食われるよ。問題なく3年間バイト勤め上げたわ。魚大変そうだな。確かに。っていうか男のレジ打ちには並ばない。なんとなく玉ねぎとか自分で袋詰めすると当たり前だけどバーコードないじゃん。それの自分で袋詰めする魚バージョンのことだよ。サンマとかアジぐらいの大きさの魚は結構そうやって売ってる。そういうのはレジで店員が品名と数を打たなきゃいけない。周りに聞けよ。こういうバカが本当にいるから恐ろしいよな。わからないならせめて客に聞け。わからないことを聞けない奴はいらない。あらかじめ売り場見て確認しとけよ。何十種類もいるなら大変だろうけど4匹ならさすがに覚えろよ。なんでわからないのに言わないの？サゴシもサワラも同じようなものだ。お前にはまだ早かったな。また来いよ。魚なんか何百とあるのにわかるわけないよ。ここの奴らもどうせわからん。売ってるのは数種類だからレジ入る前に見るんだぞ。袋に詰めて持ってくる魚なんてサバとかサンマとかそんなのだろ。それが区別つかないとかヤバいだろ。レジ打ちもできるようになればええやん。パッと見ですぐ答えろって言われたらちょっと無理かもしれん。慣れがいけるかもしれんが。どう見てもイワシは2番目だろ。キハダ、アジ、サバ、サンマ。アジ、イワシ、サバ、サンマ。欲しいだけ袋に詰めてくれる場合でも売り場の係がバーコードつけるんじゃね。学生時代はスーパーの品出しやってたけどレジ忙しそうで同じ時給なのかわいそうだなって眺めてた。レジ打ってチンするだけだろ。人間のやる仕事ではない。セルフレジで良いものを人間がやる意味。原始人。もう全部魚でよくね。次にこちらのスレを紹介します。仕事やバイトでやらかしたこと言ってけ。ワイはバイトでキッチンやってたんやけど、つまみ食いしまくってたら材料切らしてもうて、減り方的に誰か食ったやろってなったから後輩のデブになすりつけた。お前マジで最低だわ。ちょうどいい音鳴らさなきゃいけないのにクソでかい音鳴らした。無断欠勤無自覚した飲食バイトに客として入店した。やるじゃん。メンタルこうやん。今日初めての出勤やったが洗い忘れた食器そのまま棚に入れちゃった。忙しい時なんて適当に高圧洗浄機突っ込むだけやし洗ってなくてもそんな変わらんから安心しろ。一次選考面接で合否を全員逆につけてたぐらいやな。大損害案件。トイレ掃除してたらスポンジ流した。熟考。
間違った知識を高校受験直前に15人ほどに植え付けた。我慢できず時間がない中、昼飯を食べお客さんとの待ち合わせに遅刻。食う時間を与えない会社が悪いで。ガンガン使ってる環境のデータ消して別のテストデータ投入したこと。Y がやらかしたわけじゃないけど、Y が入った日に店が火事になった。休憩中に AV 見てるのバレた。スタバで上質が作業してたのは見たことある。塾で生徒にテキストを忘れてくるやつに授業を受ける資格はないって言ったらクレームになった。めっちゃ些細なことだけど、初めてでエプロンの付け方よくわかんなくて同じバイトの人に結んでもらった。まんま小学生みたいで恥ずかしかった。キープされたボトルだと気づかずに普通に1本分金取った。手違いで一つの家庭の幸せを破壊した上に顧客に電話越しで2時間泣かれた。働いたことないからわからない。働け。本当にヤバいことは言えなくね。ワオもやらかした結果人が死んだわ。大遅刻した。レジで千円札と万札間違えた。4630万振り込んだ人来ないかな。くさ。車両車盗まれたやつ働く前はこいつバカやなと思ってたけど、車両車を指示に使うやつは割とおるから世の中は怖い。外回りでパチ打ちに行くってやつ結構多いんか。営業は割とサボるからね。だから最近は車両車に GPS や車両携帯持たせて監視しているケースもある。パチ打つやつはおらんが、自分で動かせる車持ってないから車両車使って引っ越しに利用してたやつはいた。女の子が着替えしてるとこに出くわした。狭いとこですれ違うときお尻が柔らかかった。詳しく。ラッキースケベ定期。Y の場先も更衣室共同でクソ狭い。JK の制服とかもそこらの棚にポイって置いてあるから天国やで。一番のやらかしやったらクレカで支払えてないのにそのままお客さん帰らせたことや、2600円のレシートが手元に残ったんやけど純粋な損失やって考えたら今でもトラウマで誤解は確認するようにしてる。休憩室でしこってたら監視カメラあったらしくてやんわり注意された。優しい。プロジェクトが遅れてるのを派遣君が悪いと会議で報告している複数回。ワイとやったこと変わらんな。ガチやらかしなんてここで言うわけないしな。それもそやな。別にやらかしてはないけど、リモートの時パンイチだな。かれこれ1年目や。不意に立ち上がったら死ぬやつや。リモートはミュートで上司の悪口言えるから楽しい。ワイが注文間違えまくって店長が客に土下座したことやな。バイト関係ないけど英語のズームの授業で画面にメモ書きできる機能があるのに気づいて、画面共有に表示された資料に落書きしてたら先生がホワッと？とか言ってワイが落書きしたところカーソルでくるくるしだしたから急いで消した。あれ全員に見えてんのか。わらた。なんて書いたんや。もう1年以上前やからうろ覚えやけど鬼滅ハマってたから墨次郎あたり書いてたと思う。さらに乗せてあったキュウリに追い嗅いで酸っぱい匂いしたから漬物だと思って普通に客に出した。前日に出しっぱなしだったものらしく発酵してたかもと聞いて心臓バクバクやった。くさ、アホ客にはちょうどいい品や。次にこちらのスレを紹介します。コンビニバイトでお礼状にミスやらかした人を探すスレ。コンビニでバイトしたことあるやつやらかしたミス教えてくれ。俺は無能じゃないって証明したい。まずお前が何をやらかしたか書けよ。そこから無能じゃねえか。わろた。フランクフルトとアメリカンドッグを間違える。アイスケーキを冷凍ではなく冷蔵庫に入れて半分溶かす。朝方に普段作ってない唐揚げ5個入りを作るようお願いして結局売れず時間廃棄。公共料金の支払いで収入印紙の割引をミスる矢印客が切れて深夜に店長呼ぶ。タバコがわからずそれが態度に出てしまい客を怒らせ先輩を呼ぶ。温めた焼き鳥を袋に入れるかと聞いて客を怒らす。冷凍のグラタンを温めてほしいと言われ業務用だから温度設定ができないと伝える。矢印客からのいいですをそれでもいいですの意味と捉え袋ごと温め渡す矢印袋は熱で溶けてたしスプーンつけたかは覚えてない。時間を間違えバイト初日から遅刻。次の日も遅刻。矢印そもそもバイト先まで30分以上かかるコンビニでバイトしてた。釣り線ミスは多すぎて数を覚えてない。宅急便は2年やっても覚えられなかった。こんなとこかな。なんで唐揚げ作ったん？少しややこしいけど、朝方5時くらいに唐揚げ欲しいって言われたのね。その時間作ってないですって伝えたらその客は帰ったんだけど、もしかしたら少ししたらまた買いに来るかもしれないと思って朝勤の人にお願いした。結局来なくて廃棄。収入印紙の割引をミスる。温めた焼き鳥を袋に。これがどんなミスなのかよくわからない。収入印紙って5万以上高の公共料金に貼らなきゃいけない小さい紙があるんだよ。それを貼らずに1回店の印ついて、あ、付け忘れたと思って慌てて貼り付けてその上からまた印つけた。二重印になってこれじゃ証明にならない適当なことするなって客から怒られた。焼き鳥はそのまま、温めた商品を袋に入れますか？って聞いて、当たり前だよね。ごめんね面倒なことお願いしてって客に怒って帰られた。ミスするやつの典型だな。わからないことやミスした時に勝手に判断して傷口広げるの。その上で全く反省しないからどうしようもない。コンビニみたいないろんな作業がある仕事じゃなくて、何も考えずに一つのことやる工場のライン作業の方がまだマシなんじゃね？あと収入印紙のあれ消し印じゃなかった？割引でも通じるけど。めっちゃ好みの女子が主婦と同じだったのに、彼氏持ちだっただけで口説くのやめてしまった。俺じゃないけど、クレイジーな奴集まってるからうちの店来たら優秀な方だよきっと。変にコピペしちゃったな。お前らのミス教えてくれ。
さすがにうちの店でも優秀な方ではなかったが平均値くらいはある。深夜にガラス突き破って入店したじいさん引きずり出して警察に電話したら傷害で捕まりそうになったり、万引きした奴の胸ぐら掴んで怒鳴ってたら別の客に殴られそうになったり、歯医者に行くから有給申請したら、結構間を置いたのに、また、まだ治らないの、という態度を取られた。今の学生バイトとか基本無能だから安心しろよ。俺は3000万の機材壊した。仕事は覚えないのにミスは覚えてるんだな。お好み焼き付属のマヨネーズごとレンチンして破裂させる店員しね。エリートコンビニ店員には許せんのかもしれんけど大した損害出てないよな。頭の良い奴はミスを隠すのがうまいんだよ。ってフォローしてみる。全然問題ないぜ。俺なんてトイレットペーパーを三角に折れなくてバックれたぜ。嘘松だな子や。嘘ならどれだけ良かったことか。じゃあ俺よりミスした人なんかいないってことで。病院行け。俺は質の悪い客には質の悪いサービスが心情だから結構な頻度で揉める。多分店側からしたらこういうやつのが厄介だと思う。ミスの内容は大したことないけど、ミス後の対応がひどいな。人に聞いたりの確認もせずさらにミスを重ねる。厄介なパターン。夜勤10年以上やってるが細かいミスは普通にあるよ。今セブンバイト2ヶ月目だけど弁当についてるソース2回爆発させた。店員がミスしても怒らないしむしろこっちの言い方聞き方話し方が悪かったかもと自分を責めてるわ。アイスケーキはクリスマスの予約品だろうし、収入印紙は一歩間違えると客が犯罪者になる。割とヤバいやつだぞ。コンビニ毎日のように利用するけど怒るようなミスされたこと一度もないな。サンドイッチ適当に品出ししてたらなんか怒られた。なんかありがとう。今の職場でも自分で判断するってのがまたミスするんじゃないかって思ってトラウマというかそんな感じで悩んでるんだけど少し考えてみるわ。弁当爆発させてしまう。弁当容器とかしてしまう。タバコチンしてしまう。フライヤーにタバコ落としてしまう。店内に猫入れて遊んでしまう。店員が歌プリおばさんと呼んでることを客本人に伝えてしまう。上様を上様と書いてしまう。はがきにテープ貼ってしまう。これは小銭ですと言いながらお釣りを渡してしまう。混んでる時間にクレーム言いに来た人をレジの順番待ち列に並ばせてしまう。一番下好き。クレーマー様。アイスケーキは返金と謝罪対応程度だろ。二つ目のがまさにミスの重ねなわけで。一度目ミスした時点でどうすればいいか確認せずやらかしたひどいパターン。俺の知ってるガチの師匠は1日でクビになった。地元のホームセンターも3日でクビになった挙句、客として来店したら店長に睨まれるレベルで嫌われている。食品工場で残業を言われたら私は障害者ですと拒否った。その工場の残業時間中に上司に減らして首を免れていた。親には言わないのに売春客にはバラしていた。地元で唯一のデリヘルで働いていたがすぐ辞めた。そいつの稼ぎは売春だが年老いて乳も垂れてクソデブ化したので客が取れなくなってる。学生バイトでひどいのが一人いたな。無断欠勤は当たり前。出勤したらまず女子トイレに行くそいつは男。バイト中もちょこちょこ女子トイレに行く。注意するが言ってないと嘘をつく。女子トイレから出てきたところを問いただすと女子トイレとは知らなかったと言い出す。温度チェックをさせれば適当に数字を入れる。レジで困ったら誰か呼べよと教えてたら非常ボタンを押して警備会社と警察を呼び出す。廃棄を許可なく勝手に持って帰る。唐揚げくんを素手でパッケージに入れる。レジで困ったら誰か呼べよと教えてたら非常ボタンを押して警備会社と警察を呼び出す。笑いの神様降りてるだろそいつ。セブンで半年働いてたけど最後までヤマトの発想方法わからなかったぞ。逆に聞きながらやってた。なんか最後にめちゃくちゃなスレ民たちが怒涛のように押し寄せてきましたね。最後にこちらのスレを紹介します。仕事でどえらいミスして午前中で返されたけど質問ある？帰ってきて浴びるように酒飲んで寝て今起きてまたビール飲み出した。会社からメール来てて明日は休んでいい、明後日は13時から出勤してと言われた。やったな酒が飲めるど。何した？会社の命運左右するどでかい契約俺のボンミスで一気に3通失った。10時に気づいて顔面蒼白になって課長に報告したけどそっから起きる今まであんま覚えてない。そんな契約を平社員の1のボンミスで失うくらい簡単な構造になってる会社なんてない。嘘松もいいとこだ。それって第三者確認ないんか？一人ミスって終わりって結構リスク高いな。もちろんあるよ。でも俺は今までミスとか一切なかったから上司から全幅の信頼を借りてた。常に状況報告してたし、〇〇くんなら問題ないって認識で上司とかの確認も緩くなってたのも原因だけど、一人のボンミスで傾く体制の会社っておかしすぎだろ。これ、たかだか一社員のミスでポシャるくらいならもともと綱渡りだったってことだ。要は誰が踏むかの地雷を踏まされただけ。会社は傾かんよ。そのために作られた俺がいる部署がヤバい。ミスすると後処理が続く限り憂鬱なままだよな。どういう契約か知らんけど、上司と先方に謝り言ったらどうにかならんのかな。謝っても間に合わないのが確定したから、仮に許してもらえてもその契約は流れる。今回のがうまくいけば2020年にまた同じ契約が来る予定だった。それは上司の責任だわ。管理職って何を管理すんのよ。適材があって納品間に合わないんだすまん。って言っとけば大抵なんとかなる。神様は乗り越えられる壁しかなんたらかんたら。今は別にこれでクビになったらこんな悩みすべてなくなるし新しい生活できるしなぁとか思ってきた。酔ってるのもあるかもだけど。やべえ、俺も明日もう一回チェックしよう。なんか不安になってきた。
納品物は都度作る系のものなの？どこにも代品はないんだろか。特注で作るものがいくつかあって、その納期がもう間に合わない。正確に言うと特注品の中のさらに一つの部品が間に合わない。今日届いてみて違う部品使われてて問い合わせたら根本的に俺の最初が間違ってたのが判明した。同僚の会社が持ってれば高くても譲ってもらいたいところだな。でもよ、最終確認を怠った会社側のミスでもあるだろ。お前さんは何も悪くねえんじゃねえか？田舎を行って自給自足する生活も悪くねえぞ。その仕事の実質最終確認は俺だったからな。会社の確認体制はどうなってんだ？それ、どんだけおいつに信頼を置いてても確認は何重にもするだろ。課長とその上のチェックをすり抜けて今日に至ったんだからちゃんと確認しなかったんだろうな。返されて3日後とか最悪な結果しか予想できんな。まあどっちにしろ退職はするよ。もう会社に入れないし。お呼びかかって自主退職を促されるだけで懲戒にならないといいな。そこだけ祈れもう無理だ。上の怠慢の犠牲になっただけじゃないか。そう考えるとあと数日我慢すればこんな悩みも自動的に消えるんだな。なんか気が楽になってきたわ。暖かくなってきたし、明日は立ち飲みや昼から行ってその後ビール片手にのんびり散歩しよう。まあ嘘なんですけどね。会社に居場所なくなって今期で辞めるのは事実だけど、今日から有給消化に入ってます。あまりに暇で立ててみたけど少しは楽しかった？ってやっぱ嘘末だったか。安心したわ。日本終わってることを再確認したかったんだけどな。ちなみに午前中で返されたことあるのは事実。みんなに有給使いなよって言われて午後に帰った。その日は飲み会あったから今思えば来てほしくなかったんだろうな。明日は昼から立ち飲み屋行ってフラフラするのも事実な。その後は旅に出るよ。そんでもう定職にはつかないでずっと放浪する。明日晴れるし旅に行こうぜ。帰りたくなかったらそのまま失踪しない。ちなみに一番悲しいのは嫌われることじゃなくて完全に周りが自分に無関心になることな。陰口言われてた頃の方がまだ楽だった。なんかふっと自殺でもしそうな位置に出会えて今日も飯がうまい。部下のうちは権力ある上司に取り入って、言われるがままの仕事を嫌な顔一つせずにやるのが重要だからな。平社員が何やっても上司は嫌な顔しかしないよ。自分が強要な上司の立場になればわかる。とんだ勘違いの無能だったと気づいて本当に辛いよ。本当に無能な奴は自分でそのことに気づかないってこの世界では言われてるらしいな。そんなもんお前さんの落ち度ってんならこの世の中ミスした奴らで溢れ返ってるわ。そこまで自分のこと責める奴が本当に他者見下してきたのか謎だが、自分責めすぎて鬱にはなるなよ。といったところでスレは終了。皆さんは仕事をしていてやらかした経験はありますか？